タラマ島の空中写真。2008年11月14日撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。タラマ島の位置タラマ島は、宮古島と石垣島の中間に位置する宮古列島の島である。行政区分としては、全島が沖縄県宮古郡タラマ村に属する。 宮古列島の南西端に位置し、東方にある宮古島との距離は約 67km、西方にある石垣島との距離は約 35km である。また、パラマ島の北方8キロメートルにはみんな島がある。人口は1151人。東西約 6km、南北約 4.3km のほぼ楕円形をした島で面積は 約19.75平方キロメートルで、沖縄県の島で11番目の大きさである。竜気珊瑚礁からなるため、島全体が平坦で山や河川はない。最高点は北部にある、八重山園圏内の34.2メートル。島の周囲は砂浜に囲まれ、珊瑚礁が発達している。2011年3月29日には、タラマ島及びみんな島のほぼ全域が、 タラマ県立自然公園に指定されている、熱帯雨林気候に属する。島のほとんどが工作地で、砂糖キビ栽培や肉用牛の飼育が行われており、特に黒糖では、単位面積あたりの収穫量が沖縄県内で最多となっている。一方で、漁業はあまり盛んではなく、近年まで漁港整備も進んでいなかった。なお、リゾート開発が行われていないと、 観光産業は発達しておらず、島を訪れる観光客は少ない。島の名産品には、黒糖やヤギ料理、パナパンビン、ウーやキガース、タラマンボウなどの菓子がある。また、近年は、島で昔から作られてきた捧げの栽培が盛んになってきており、タラマ黒豆として販売されている。タラマ空港全白港、シードリームタラマ国道、主要地報道はなし。 一般県道は、村役場と全白港を結ぶ沖縄県道205号、タラマ・タラマ港線のみ。かつては、塩川と中筋を結ぶ路線が、沖縄県道233号、塩川・中筋線として県道に指定されていたが、2013年3月に県道としては廃止され、タラマ村に移管された。八重山園県ふるさと海浜公園。ありがとうございます。